黒柴犬のハッピーです。もう高齢で今月の末に18歳になります。今日は病院に行って健康診断を受けてきました。お医者様が柴犬にしては長生きですごいと言ってくださいました。ハッピー、長生きしてね。もう両目は完全に見えませんが、臆することなく歩くハッピーです。おやすみなさい、ハッピー。僕は風太郎です。この間1歳になったばかりです。僕にはお兄ちゃんが3人います。1人はハッピーです。もう1人は小太郎ちゃんです。そしてもう1人は猫のそらちゃんです。もう今日は眠たいので寝ます。小太郎ちゃん、すごい格好で寝てますね。小太、間違えてきました。ふーちゃんだね、こたじゃないね、ごめんごめん。ふーちゃん。